します。はい、皆さんおはようございます。竹野内空役の三森すず子です。よろしくお願いします。それでは続きまして重松さんお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。ピオモン役の重松あとりです。今日は一緒に短い間ですが楽しみましょう。よろしくお願いします。それでは続きまして海田さんお願いいたします。皆さん朝からありがとうございます。姫川真希役の海田優子です。どうぞよろしくお願いいたします。今まで第1章から第4章まで結構ね長くプレコしてきてますけれども、何か印象深いエピソードなどございましたら三森さん教えていただけますか？そうですね、なんかまあいろいろ思い出深いシーンはたくさんあるんですけど、なんかこう自分がアフレコ中に涙が出そうになったシーンがあって、それが第3章だったかな、パタモンが、ね、パタモンが、はい、なんかこう僕のことをやっつけてみたいな、はい、僕が感染してたら僕のことをやっつけてみたいないうシーンで、はい、もうなんかアフレコ中に涙が出そうになって、はい、なんかなんてけなげというか、なんかもういやそんなこと言うなよみたいな、はい、もう松本さんを後ろから抱きしめたくなりました。ちょうどいいサイズだしね。はい、あそこは結構ね、本当にやってる間に松本さんも涙を流されたりとかしてね、結構みんな後ろの方でも泣いてたりとかしてのシーンでしたね。そうですね。そして呪文アドベンチャートライ第5章強制、ぜひ皆様こちら覚えて帰っていただければと思うんですけれども、実はちょうど先日アフレコがあったんですね、はい、なので本当に軽く何か覚え言ってもこれいいかなっていうのがあったら、どなたか一言言ってもいいかな、なんかワンキーワードぐらいでも、もうキービジュアルは皆さんご覧になられてます、ピンクのやつ見られてますよね、はい、ちゃんと見た？お見た？お見た？あのオファニモンダとかじゃダメだよ、おダメだよ、オファニモンホニョロロだよ、ほにょろろ大変だよ。大変なことは間違いないですね、うん、大変なことは間違いないし衝撃ですよ、うん、あとやっぱりメイコ頑張れ、はい、応援してました、メイコと、まあ、メイクモン の、うん、の絆というか、うん、見ている方がやっぱりこうギュンとくるような、あとやっぱり進化を見れば分かるように光がやっぱり最後になぜそうなったかっていう出来事が、うん、もう痛い。でもまだダメ。長い、ね、長いです。すみません。制作中でございますので、はいはい、ありがとうございます。皆様お楽しみにいただければと思います。はい、ですね、頭の無声映画とかもすごい雰囲気よく仕上がってるなと思ったので、ぜひぜひ何度でも足を運んでいただけたら嬉しいなと思っています。第5章を楽しみに何度か4章も楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは重松さんお願いいたします。はい、みもりんのラジオを聞いた人はミートボールとエイムさんが言ったキーワードきっと分かってくれたと思います。私もツイッターでミートボール流していこうと思います。ぜひ何度も見に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは三森さんお願いいたします。はい、そうですね、やっとこうして皆様に見ていただけて本当に嬉しいです。本当にシリーズも後半戦に突入してきて、でもって今回の第4章もラスト、これはどうなっちゃうのみたいな展開で意味深に終わっているので、第5章第6章も、楽しみに待ってていただきたいです。そして今日見てくださって面白かったなと思った皆様、ぜひ SNS で、つぶやいたり書き込んだりしていただいて、もっともっと、デジモンをね、たくさんの方に見ていただけたら嬉しいです。今日本当にありがとうございました。